はい、皆さんおはようございます。ねえ、 FM ギノワン、ねえ、聞いてますね、聞いててくれてますね。はいはい、ねえ、今日は7月3日日曜日、午前9時半を回ったとこですね。私、ねえ、ここで初めて皆さんにお会いします。新しい番組が今日から始まります。はい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 、どういう番組かというところでご紹介をしたいんですが、はい、あ、まずはね、私自己紹介。はい、障害者さんのグループホームをね、県内沖縄本島各地にだいたいもう20カ所を超えてます。はい、運営中のかなでホールディングス、そこからパーソナリティの土井秀人がお届けしてまいります。はい、そんなわけで、この番組、どんな番組にしたいかなっていうので、まずはタイトルから、嘘のような本当の和、和ですよ、和どんなんそれってねえ、はい、嘘のような本当の話と書いて和と読みます。これどういう和かというと、もちろんね、会話の和、話という意味、それから沖縄の和、ね、みんな和をなしていきましょうというのも平和の和ね、ありますし、もう一つはうわっと驚く、わってなんだろうな、別にびっくりさすっていうよりはね、なんかこう感動のある毎日っていいじゃないですかね。そんな意味も込めまして、うわというふうに名付けました。嘘のような話、マジな話ね、はい、ちょっと感動みたいな、本当みたいな、そんなお話を今後毎週日曜日の午前9時30分、この FM ギノワンからお届けしていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。そんなわけで、この番組はウーイースト株式会社、ドクター水素ボトルの提供でお届けしてまいります。はい、はいはい、そんなわけでどうですか皆さん、嘘のような本当の話、まあ要はマジっていうあれじゃないですか、よく本当ね、みたいな、ちょっと疑っちゃうけど、でも結構本当みたいなね、話って日常に溢れてますよね。僕ね、パーソナリティの土井秀人と申します。本当の話、嘘でしょみたいな、自分の嘘の話しましょうね。まずはね、今年ね、7月31日でもって沖縄在住永住10周年記念の私がお届けします。イエーイ、おめでとうございますね。沖縄にね、なんで来たのって本土から、というのが、ね、尊敬する、音楽家の矢沢永吉さんの時間よ止まらやで、厨房の時ですよね、ちょっと悪いことを覚え始めた頃に、もうすごいな時間よ止まれって、もう綺麗な女の人もイメージできるんですけど、綺麗な海が出てくるんですよ。でそんなん影響を受けてから、分かりやすい性格で、東京大学でね、なんていうの、海の家か、皆さん知ってます、海の家海の家って何ねそれって思うと思うんですけど、沖縄の人に聞いたらびっくりされた、すとぼけた話だねって笑われたことがあるんですけど、本土ではね、ほぼほぼあるんですよ、海水浴場は海の家があるんですね。それ要は焼きそばね、売ってたりさ、飲み物売ってたり、かき氷を、そういうのがね、ビーチにこうできるわけ。そうで、そういうのになんかね、やっぱり憧れてからさ、今みたいにインターネットもないからよく分からんけど、綺麗な海なんだろうなと思って、東京品川区竹芝桟橋から船乗っていくわけですよね。それみんななんか客船みたいだから、もうみんなバイトや遊びに行く子たちでいっぱいなわけで、だいたい8時間か9時間かね、乗って夜ね、夜中出るんですよ、10時か11時だったかな。それで嬉しそうにこのね、岸辺に、島に、新島っていうんですよ、新しい島ってね、伊豆引島なんですけど、いやいやもうね、とりあえずそこが人生初めてと言っていいぐらいのびっくりよね。お台場とかのね、海の色は黒、新島、
透明なんですよ。まあもちろんこう水色、あのガリガリ君みたいな色、わかります？そうね、これはって言ってマジって嘘でしょって本当に見たことないから、もうやったここで40日バイトできるんだって頑張ろうっていい子でいようとか言いながらナンパしたいばっかりなんだけどやってましたね。うん、それきっかけに僕はその後ね学校出てから音楽業界入っていろんなところに行くコンサートツアーとかであったんですけど、まあ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 沖縄は楽しみでしたね。うん、遊びには来れないよ仕事だからね。うん、那覇空港まだモノレール、レールもない頃さ来るでしょ。そしたらこうねタクシーやイベンターさんのねPM エージェンシーさんのね車でこうなんていうのコンサート会場行くわけさね、もちろんね取材だからね真面目にね、うん、行ってコンサート見てねわーって夜やっぱ雲寺なんていうのあの辺松山飲むじゃんね。うん、飲んで酔っ払ってホテル帰って寝てまた空港行って戻るわけさね、羽田とかね、うん、伊丹とか大阪行く頃もあったさね、うん、結局海って感じられないんですよ。うん、ただね宜野湾コンベンションセンターはさいいね、あそこはね背伸びするとほらトロピ見れるさねあれはトロピってみんな呼ぶんだってことも知らんかったけどすごいね綺麗でね、あ沖縄いいなと思って長いこと経ってしまったんですよ。ずいぶん長い間ね、もう引退したらちゃんと沖縄に住もうと思ってて夢が叶ってっていうとこなんですけど、本題はここからなんですね。はい、嘘のような本当の話。これねどういうことかと言いますとね、あんまり調べ、まあ要はねこうこっちに来たらなんとかなるさって、フランス語じゃないしね、みんなちょっと言葉大丈夫よと思っていたんですよ。うん、僕もこんな風じゃなかったからね、やっぱりはいはい喋っててさ、なかなか難しいなってやっぱね、広告代理店に最初ねおかげさまで勤めをさせていただいたんですけど、まずちょっとやっぱりねびっくりしたのはなんとかしようねってね、わかります、じゃあ帰ろうねってでしょ、仕事終わってからさ帰ろうねって、俺もまだ仕事あるんだけどなと思いながら一緒に帰るんかなと思ってなんかカバンしまって行こうとしたら何してんのって言われてね、うん、帰ろうねって言うから誘われてるんかなと思ったら全然誘ってないわけね、わかります皆さん。そう、うん、あとねあそうそうね飲み屋さんでもありましたよ、うん、じゃあ行こうねって、だから先に帰ろうねね、先に帰るねっていうのが普通だったのが、じゃあ行こうねって、どこ行くのっていう、でしかも誘われてる、わかりました、うん、いろいろねどんな感じかっていうのは分かってきたんですけど、うん、それがねちょっとねびっくりしたんだけどね、うん、もっとびっくりした話、うん、みんな何にもびっくりしないと思うんだけど南風原事件って僕読んでるんですよね、何って南に風に払って書くでしょ、ハエバルのことさ、うん、で営業のね仕事だったもんだから、うん、車でさこう走ってるわけよ、いろいろねお客さんに会いに行かんといけんなとかさ、うん、である引っ越してきて会社勤めしたのが7月の31日に来て8月の8日から今でも覚えてるんですけど、だから8月のうちさ事務所からね会社から電話かかってきて何の用事か忘れたんですけど、土井さん今どこにいるのってどこねって言うから、うん、ですね私はいはい南風原ですって言ってね二度聞き返されたんですさね、南風原どこもう一回言ってって南風原って言って聞こえんかったんかなと思って、でどういう字書くって聞かれて南に風に原、うん、ね、今思うと懐かしいんですけどね、真顔でやっぱりねそうなんですよマジで知らんもんだってハエバルでしょって言われても全然ピンとこんから、まあとりあえずでしょって言われてそうなんだろうな地元の人が言ってるからと思ってね、はい、そんなこんなで僕は一番最初にしたことは、ブックオフに行って、
沖縄県の地図の本あるさねあのあんまみんな使わんと思うけど今安いだろうなと思って行って安く買って、いや書き込みましたよ、あの読み仮名書いた書いた、もういっぱい書いた、あ道ももちろんわからんしね、うん、でなんでわからんかって、これね嘘のような話なんだけど、本当なのね、もちろん漢字読めんさね、土地の穴が結構ね、うん、首里は読めるよ、さすがに読めたよ、うん、だけど読めんからって言ってあのナビ入れようとするわけね、ところが読めないからナビに入れられないわけよ、わかりますもう大変みたいな、もうしっちゃかめっちゃかなね日々で、営業かって、営業は好きだし、いろんな方にお会いしてお話できたらいいなっていうのはあるんですけど、そこへたどり着くまでが大変で、はい、そんなね感じで長らくやってましたね。引っ越してきた1年目は、うん、まず漢字かな、はいはい、あとその会社があの朝戸にあったんですけど、そこもね、うん、僕はアンリって呼んでたんですよ本当に嘘でも何でもない朝戸よって、まあそれは実は一番最初ね、もちろん勤め先だから知るんですけど、まあよく書いたらね、あの標識とかに出てるかもしれんけど、もうとにかくね目くらめっぽうじゃないんですけど、もうわからんかったら聞いたらいいさっつってやってましたね。あとね、うん、お得意先がね、港にあるファミリーマートさん、うん、あったもんだからって、そうそう、実着よ、実着、あれもね、実着って言われてもわからんわけよ整理客、あ、で、あと漢字見たら整理客、うん、でも整理客でもあれも間違いじゃないのかな、わからんけど、みんな実着って言うさね、はい、ありましたね。あととどめ3つ目が、あのぐしちゃんってね、これ結構マニアック、ぐしちゃん知ってます、あのもうあれもね、ファミリーマートってさ、今よりもちろんね店舗まだ少なくて200何店舗あったのかな、でちょうど自分なんか担当させてもらってた時に、あのファミカフェね、あのやりたいからみたいな、もう店舗もどんどんね、あのセブンイレブンがやってくるみたいな噂もあって、こう作っててってやってたんですよ、ね、でぐしちゃんに新しい店舗できるからって言ってね、そうすると、広告代理店でお世話になってますからって、朝開店の儀式の時とかバシッとそこ行かんといけんね、え、ほんでじゃあやって、その当時のね社長さんがね、うん、じゃあ明日ねって、うん、ぐしちゃんの待ち合わせだからさって言って、うん、あの場所聞いといてとか言って仲間にね、先輩に、でぐしちゃんで待ち合わせってどういうことなんかなって、僕の中でほら、あのぐしけんさんね、陽光さんの親戚みたいな、このぐしちゃんでしょ、僕ドイちゃんって呼ばれてたんですよ、ドイですからね、あのあだ名ではないんですけど、ドイちゃんドイちゃんっていうのが普通だったので、じゃあぐしっていう人、ぐしって誰だろうな、ぐしさんかな、うん、ぐしちゃんって何、人と待ち合わせね、とにかくやっぱね不安なもんだから聞くんですよね。そしたらどう教えてくれたかって、あなぐしちゃんよ、ぐしちゃん、これねわからんです、やっぱり、うん、ぐしちゃんという場所がで漢字で書いてくれて、もっとわからんようになってさ、ぐーだけわかるんだけど山下さんわかります、この漢字、あのぐしちゃんってね、やっぱり、はい、感動しました、ありがとうございます。こうやっぱりこうね、いろんな日本ね、僕コンサートツアーでいろんなとこ行って、いろんな食べ物とかね、いろんな漢字とかね、こんなん読むのとかって、まああんまりね新幹線とか空港とかだから、あのマニアックなっていうかね、駅とか使わないんですけど、やっぱね時々もう衝撃を受けるね読み方があって、うん、でも覚えてって、なんだろうな、メモしたりこう書き込んでっていうのは今でもね、あでもその本今なんかどっか行っちゃったかな、うん、思い出深いね、日々だったですね、はいね、得意そうに喋ってしまったんですけど、皆さんのね嘘のような本当の話、これねガシガシこれから募集していきたいと思いますしね、うん、これを聞いていただいて、お仲間ができてね、ゲストに来ていただいたら、お土産にね持ってきてほしいんですよ、このおもろい話、嘘の嘘でしょみたいなね、はい、そんなこんなで盛り上がっていく中で、はい、あとはね、なんだろうな、あそうだ、やっぱねそうやってやってたのが10年前で、
うん、その前なんかわちゃ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 過ごしていてね、まあ一番何してたかっていうと、もちろんお仕事もあったね、やってたんですけど、あの本当ねびっくりするぐらいねお酒飲んでたんですよ。はいはい。それでね、沖縄に来て最初古島に住んでたんですけど、1年半、あ、そっか、1年半過ぎぐらい経ってから読谷に住んだんですね。うん、でそこで、仕事してる時に、あ違うわ、発症したのは家帰ってからだ、うん、何が起こったかっていうと、なんと痛風、わかります、もうね、あのいいもん食って酒ばっか飲んでってね、音楽業界時代のね先輩とかねなると実は密かに笑ってたんですよ。まあ、なったか、まあ、ウニとかイクラとかそんなんばっか食ってからね、寿司屋シースーとか行ってさ、やってわちゃわちゃやってるからこうなるさみたいな笑ってたんですけど、やってきました私の当番がね。それはすごかったですよ、ほんとすごかった。人生で僕あのね、あの骨折実はしたことないんですけど、こんなに痛い状態っていうのがありえるんだっていうぐらい、もうね起き上がれないとかそんなレベルじゃないんですよ。なんかね全身撃たれたみたいな、撃たれたこともないんですけどピストルでね、うん、あの何足が空気入れたみたいに両足パンパンになって、えらいことでした。痛風ね、ご経験ある方はね、あ懐かしいな、なのかわしは今もよっていると思うんですけど、いやー聞きますね、あの痛風という病気はね、あの皆さんお水をいっぱい飲んでね、血液の流れを良くして、うん、やっぱね、あの歩くことだと思いますよね、うんうん、歩く走るね、体動かさんと、あー思い出した、体動かさんとといえばあの CM、 あのね知ってますよね、あのね野球やってる CM があってさ、でねバチコーンとバッターボックスで打つさね、うん、バチーンとバッターが打ってファーストベース行くさね、野球ね走ってくよね、あれバイクで行きよったの、あそういう CM を沖縄に来て見たんですよ。ではぁ、なんこれって言ったら、なんかね健康促進のための行政なのかな、なんかちょっとその辺はちょっとね、あのうろ覚えなんですけど、要は沖縄県民歩かんよねって言ってね、もっと歩いてね、それだからチキンばっか食ってないでこう、運動せんとねって言って、うん、なんかそういうことを促すための CM だって聞いたんですけど、もうなん衝撃、これも名店になりましたよね、うん、僕あちこちで言いふらしましたけど、沖縄の人はあんまりびっくりしてない、まあまあ面白いよねだって、うんだね、意外と 100m とは言わんかな、でも言うんかな、うん、ちょっと離れたコンビニもね車で行くとかって聞いて、嘘でしょみたいな、うん、やっぱね今でもあります、うん、これはね県民性というか、なんだろう、そういう習慣、そうですよね、だって例えばね東京で暮らしてて、あのアパート住むさね、あの駅から15分歩きますよって、うん、別に全然普通、まあ、20分、30分歩くとね、まあ、ちょっと嫌になるみたいな、だったらまあバス乗って駅行くみたいな、それは感覚として合ってると思うんですけど、あの沖縄の方は結構そういうんじゃないって聞いて、みたいな、なんか言ったら北谷と那覇が遠いみたいな、いやまあこれみんなどんな僕らのね全然そんな感じしないでいるんですけど、やっぱり人によってはね、ちょっとだから今ここ FM 技能湾からなんかね仕事でじゃあ糸満のね行ってきてって言うと、やっぱちょっと遠い気がねしなくもないですよ、もちろんね、うん、だけど、まあ、那覇と北谷とかね、那覇と宜野湾ぐらいなと思うんですけど、遠いと思う人には徹底的に遠く感じるらしくて、その辺もね、あーなるほどな、なるほどなと、うん、でねみんなお腹出ちゃってね中年になってねみたいなね、うんうん、というのは聞いたりしました。それも驚いたね、結構ね、うん、歩かないみたいな、あなんだっけ、あそうそう痛風よ、皆さん気をつけてくださいね、うん、おいでね、
何をそうだ言いたかったかと言いますと、そう、そういうね、当時は自分も知らなかったんですけど、なんかもちろんやばいなみたいな、痛いなみたいなこともなくて、本当にそういう症状が来たなっていう時に人間ってやっと分かるんですね、きっとね、うん、痛い苦しいね、で血液がやっぱりちゃんと流れてないと、それはね、それこそ腰痛とか肩こりも全部そういうのが原因らしくて、は当時ね、今からだから 1年も経ってないかな、うん、振り返ってみると、同級生がね、いやどうしたんあれよって言って、こんなんあるよって言ってから、うん、水素ボトルって言ってさ、水素水を飲むみたいな一時期ね流行ったかもしれないんですけど、ちょっと水素ガスのなんかこうプクプクっとこう泡出るさ機械があってから、それをちょっとね鼻に吸引してっていうのを続けてみたんですよ。いやいやびっくりしましたね、本当に腰痛もなくなって、本当にね肩も肩こりもなくなってって、まずそういうね痛風がなくなったあほっとしたみたいなね。これもね、もう正直嘘みたいな話なんですけど、健康ってとにかく僕はね、もう58になってね、うん、やっぱりそれこそ来た時の10年前、うん、いや結構周りにね、古島の皆さんご存知かな、今ね、今もあるさね、古島の駅のすぐ近くにあるわけよ、ケンタッキーフライドチキンね、うん、ですっごい家の近くだったから、しかもね好きだからってそれ食うでしょ、で歩かんでしょ、うん、で沖縄そばね、うん、東京にね店あるんですよ一応は、たまに探したらね、でもあちこちにあるでしょ沖縄住んだらね、そばの店ね、うん、で店によってさ、なんか豚骨味、うん、なんかちょっと薄めのねこんなカツオだしみたいなんで嬉しそうに通うわけですよ、いろんなとこ行くわけですよ、営業の仕事だし、もう楽しみでね、うん、そんなんグーグルで出てくるさね、いっぱい、いよいよ旅ログとかなんか見ちゃってね、熱心に仕事せんと、ほんで今日の昼は沖縄そば大盛りね、あとあれよジューシーつけてみたいなね、いやいやいや太りましてね、沖縄来てわかりやすいね、まあそんなんね、お話も含めながらね、ちょっとびっくらこういった話だから、今後もしね皆さんが気にしていただけたら、うん、逆に東京行ったんだけどよって言ってびっくりした話とかねびっくり返しみたいな、はいはい、ね、そんなね話をねいろんな方々としていきたいと考えてます、いやいやあとなんだろうな、うっそやろそれみたいな、楽しいですよ、でもお友達とはちょっと今日のね週明け月曜日からのネタちょっと嘘みたいな話しようかって言ってね、まずでも自分で振らんといかんかなそれねはい、この番組はね私かなでホールディングスからね土井秀人がお届けしていましたがね、来週からまたねそんな形でちょっと健康をね意識しましょう皆さんね、健康あってのね、びっくり話マジっていう話になると思いますので、はい、来週またねこの時間に嘘のような本当の話としてねお届けしたいと思います。はい、それでは皆さん、ね、ここ FM ギノワン、ね、また来週この後も引き続きねお楽しみくださいね。かなでホールディングスから土井秀人でした。ありがとうございます。